放送席放送席それではドラゴンズ勝ちました与田監督にお話を伺いますまずは先発の岡野投手がプロ初勝利となりました監督どんな思いでご覧になってましたかえ本当にチーム一丸となってね、えー、岡野をサポートして勝てた試合だったと思いますねなかなか簡単ではなかった初勝利だったと思いますが立ち上がり最後の五回あのあたりはよく抑えましたねそうですねあの立ち上がりから とにかく全力でいけるところまで行くんだという少し力みがありすぎるぐらいのピ、ね、ッチングでしたけどもやっぱりルーキーですし力が入るのは当然だと思うんですけども本当によくく投げ切ってくれましたよね先ほど記念写真もありましたがどんな言葉をかかけたんですか笑えよと一生残る写真になるのでいいい笑顔でっていう話はしましまたけど監督の今後の岡野投手への期待を教えてもらえますか まあやはり経験が豊富なピッチャーですしまあ1年目から開幕1軍に入れたわけですからこういういなかなか今シーズンは準備が難しかったと思うんですけれどもねこれからドラゴンズのローテーションを守ってもらえるようなピッチャーに育ってほしいいと思いますさあそして今日のゲームですが中盤以降なかなか点が動かない中でいつもではあるかもしれませんが中継ぎの頑張りどう評価されますか いや本当におっしゃる通りで打線もあのビシエドのホームラン以降なかなかチャンスも作れないでチャンスを作ってもあと1点がというところだったので本当にあのピッチャーがいいリズムを作りましたし、まあ、医療がね、昨日、悔しい思いをしたと思うんですけどもコーチが医療を使おうとそういう声も上がりましたしそこによよくくえてくれましたよねリリーフで言いますと今日9回がいつもと違いましたが。 連投といううのもあったんですかどうなんでですすかかどなそこはなかなか3連投というのは今シーズン大きな怪我をさせてはいけないという年でもありますので、えー、そこは状態を見ながらうまく使っていかなければいけないなと思ってますさあこれでチームは3連勝勝率も5割に戻りましたねその辺りどうですか、えー、当然、まだこれからどんどん勝ち越しを増やしていかなければいけない首位を追い抜いて どんどん差をつけなければいけないというふうふに思っているのであの、まあ、一応5割に戻しましたけどもねますます価値を増やしていきたいと思っています明日からは東京ドームに向かって今シーズン初のジャイアンツ戦となりますがそこに向けての意気込みを監督からお願いします、まあ、去年のリーグチャンピオンですからあ絶対に負けない気持ちでファンの皆さんまだテレビの、ね、ラジオを聞,聞かれている。 ところだと思うんですけども、目一杯の声援を送ってください。勝ちますからはい、ありがとうございました。見事3連勝勝率5割に戻りました。ドラゴンズの依田監督にお話を伺いました。ありがとうございました。 放送席放送席それではヒーローインタビュープロ初勝利岡野投手にお話を伺いますプロの大きな第一歩初勝利を達成しました今どんな思いがこみ上げてきますか、えー、とても嬉しい気持ちでいっぱいです先ほど与田監督と記念撮影もありましたウィニングモールも手にしましたどんな思いでしょういやそうですねあの苦しい投球だったんですけどなんとか あの加藤さんに助けられてなんとか粘ることができたので本当良かったと思いますその苦しさ、粘りいきなり初回から訪れましたけどもあの辺りのピッチングどんなことを、ねまあ、甘いところに行かないようにあの厳しく厳しく攻めていった結果だったのでよかったですずっと一球一声を上げながら本当に必死の5イニングそんなふうにも見えたんですが。 今日のピッチング、ご自身でどう振り返られますか。そうですね。あの力んで。あの少し荒れていたんですけど、まあ、なんとか粘ることができたんで、今後は。あの少し力抜いて、頑張っていきたいと思います。ただ、その最後の最後の5回はピンチで相手は四番。渾身の力を振り絞った、そんな感じにも見えましたが。そうですね。ここでしっかり抑えて、あの。 味方の攻撃につなげたいと思って、必死に投げました降板してからは試合、どんな風に見てたんですか、まあ、ちょっとドキドキしながらなんですけど、まあ、必死に声出しししてて応援してました勝利の瞬間、自身のプロ初勝利、その瞬間、どんな思いだったんでしょういや、まあ、ほっとしたんですけど、また次に向けてしっかり頑張らないとなという気持ちになりました改めて、プロ初勝利のウイニングボールはどうしますか まあ、両親に渡そうと思います。自身の大きな第一歩を踏み出しましたが、今後の長いプロ野球人生の最後、目標を聞かせてもらえますか。まあ、チームの先発陣。に割って入れるように、これからもう精一杯頑張っていきたいと思います。では、最後、ファンにメッセージもお願いします。えー、まあ、三連勝できたので。 あのこれからも勝利に向かってチーム一丸と頑張っていきますので応援よろしくお願いしますありがとうございました今日のヒーローはプロ初勝利岡野投手でした